もお疲れ様でですす無料のビットコインでございますこれはですね、アカウントを作らなくてもいいし、まあ、正確に言うとちょびっとアカウント作るのかな、まあ、非常に簡単なアカウント作成で、このウェブサイトに自分のね、ウォレットを持つことができるんですけども、まあ、ウォレットというほどでもないですけどもね、このサイト上でこの右上、私のビットコインがどんどん増えてるんですよ。で、これはもう完全無料で参加できますしただビットコインが、 毎日ポチポチチととと儲かるだけということになっております3月の11日ぐらいから始めて3か月ぐらいがまるまるっと経つかなどうかなっていうところなんですけども私の所有しているビットコインこちらにありますようにこれね円に直すと1400円です <laughs> 1400円分ぐらいですよね無料でまあ2か月丸2か月うん3か月かで1400円ですからまあみみっちいでしょ 耳っちいんですけどもこうやってね無料でもらえるビットコインってのは実はねあちこちにあるわけなんですよで私はこの一つだけをやってるんですけどもこれがなんとね無料のビットコインなんですけども他にも大きく増やそうと思ったらこちらの方向から増やすことができるんですよただ基本的には無料の BTC 以外は全部ねギャンブルになりますですんで手出しが必要になってくるんですよ もうお察しのいい方はお分かりだと思いますけども、この BTC を増やす、賭け、報酬、ランボルギニを勝ち取る BTC を獲得っていうところで、未銭を払いながらトライする方の損失が、この無料のビットコインで受け取れてるってことになるんですよね。まあ、ですんで、一方的に勝ちたければ、本当に父としか増えませんけども、無料 BTC だけをやるってことになります。で、私はそれをやってるんですよ。 もともとね、この無料のビットコインっていうサイトですけども、紹介してくださった方が、まあ、私も誰か分かんないんですけども、ウェブサイト上でね、紹介した動画を撮ってらっしゃる方、ブログを作ってらっしゃる方が、3年間で40万になったっていうんですよね。まあ、当然、今から3年前から計算すると、ビットコインの価格が30万300万か、300万あたりから今1000万前後ですから、それだけでね、3倍になってるわけですから、 まあ、実質10万円ぐらいの受け取りが、えー、ビットコインの価格の高騰に合わせて40万ぐらいになったっていうふうに計算することもできますけどもでもね手出しでビットコイン買わずにビットコインのこれからもう続くと思われる上昇劇に、えー、乗っていこうと思うんだったらこれ最適でしょ、まあ、なんせ手出しがいらないわけですから、うん、だから積み立て NISA やとかねあの何ドルコスト経平均法をやってるような感覚でしかも手出しなしで。 やっっていけばば例えばこれがずとと存続するとしたらね年金を積み立てるつもりで <laughs> ずっとやっていったら10年とか20年でまあまあねえ100万とか200万になることがぼんやりと想像できませんかってことなんですよ。でちなみにこの「無料のビットコイン」ってサイトですけども調べるとね結構ねこのビットコインが増えるペースを10倍にすることもできたりとかあとは。 ビットコインが増える仕組みってのがいろいろと紹介されていてそれもねなかなかね参考になるんですよねちょっとサイトの方行ってみましょうか多分これなんですけどもね多分これですあれ全然あこれ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 このサイトですよクリブロっていう方が紹介してるのかなビットコインが毎日もらえるフリービットコインの稼ぎ方まとめてあるでしょ で、2023年8月23日ですから、まあ、1年にもならないぐらいの、結構新しい、えー、更新ですよね。で、1月17日にも更新してくださってますね。うん。こういう蛇口系って、あんまり稼げないケースが多いんですが、私の、ね、数年間の運用では、トータル0.0730なんとかで、46万2000で書いてるでしょ。これ、悪くないでしょ。数年間で46万。手出し全くなしでいけるわけですから。 で、トータルで、この0.073って書いてますけども、そのレセントっていうのがね、ここに書いてたりとかね、マルチプル BTC って書いてあったりとか、a r b t c BTC で稼いだみたいなのあったりとかね。だからね、もっともっと加速度的に増やす方法があるんだよってことで、ここに紹介されてます。f r ー e b t c スロットって書いてるでしょ。私はこれだけやってるってことなんですよ。で、マルチプル BTC って増やし方があったり、a r b t c っていう燃料の受け取り方があったり、紹介制度の報酬ってのがありますよね。 だから紹介によって増やすこともできるんだろうなっていうところですよ。ただあんまりね、ゴリゴリ紹介しない方がいいと思うんですよ。まあ、緩やかに本当に柔らかくやってる程度がいいと思いますね。で、私がいつもやってるのはこのスロットなんですけども、スロットの仕組み、登録すれば誰でも無料でプレイ可能。これがね、1時間に1回プレイできるんですよ。まあでも1時間に1回と縛られることなく、まあ1日に1回ぐらいでいいかなと構えております。で、ペイアートは変動型で、初期は最大で2万円ぐらい。へー。ね。だから、 いきなり何千円とかね何万円っていうチャンスもあるってことですよね。うん。まあ宝くじを一生懸命買うよりは絶対ですね。<laughs> で、このやり方も書いてあるよってことですね。はい。まあ、こんな感じですかね。まあ興味がある方はこちらの方もご覧ください。あの、動画概要欄に URL 貼っときますんで。ね。なかなかいいでしょこの無料でゲットできるってのがまあいいじゃないですか。 はいいや今日はそんなところでございます動画概要欄に私の紹介コードとそれから無料のビットコインの URL それからこのサイトの使い方稼ぎ方を先ほどブログで書いてくださった方がいたんでその URL も貼っておきますんで参考までにご利用ください。それでは